こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回はアンドロメダ学園の先発 PG ですね、いきたいと思います。フリア、夢代、加藤、守、サナちゃんで沢村と、この構成でやっていきたいと思います。いきましょう。で、初期千丸がついています。で、この動画に関しては後付け実況になります。で、自分の中でまずは思想をしてからというところで、一発こう寝る前にやったところ、なんと PG 先発ができました。で、全然こう自分の中ではハマったなっていう感覚がなかった中でできたので、ぜひ皆さんにもアンドロメダ学園の投手遊んでみていただければいいかなというふうに思います。すごい初期の方で、アンドロメダ学園の導入時か、なんかこうアンドロメダ学園に刺さるようなキャラが来たら投手強いんじゃねえかみたいな話をしてたんですけど、まあその部分を加藤が担ってくれて、で、なんとかこうアンドロメダ学園も遊べるようになったんじゃないのかなというふうに思います。まあピッチャーの方もね、結構強いかなという感じです。で、まずはコピーのセルをまあ多く詰めたのと、あとは加藤の体力回復セルですね、これが詰めたら、まあ僕はセク1の残り9ターン理論でずっと行くようにはしてますと。投手の時も同じ要領ですね。で、投手の時は、まあ、メンタルに来るキャラがサナしかいなくて、しかも評価足りづらいので、あんまりこう入るのはおすすめはしてないです。ただ入れた時は入った方がいいなっていうのと、ここで大丈夫で体力回復が入ってラッキーという感じです。で、まあ、気をつけるポイント、なんでしょうね。やっぱり初評価があんまり高いキャラがいないので、まあ、そこをしっかりと上げていくのも大事ですし、あとは夢代みたいなね、こう、練習効果テーブルのキャラ、あとは、このデッキだとフレアとかですか、は、タック、こういった形でいきやすいので、まあ、早めに詰めてあげるといいんじゃないのかな、というところです。で、あとは、まあ、体力の兼ね合いもあって、加藤は積極的に踏んだ方がいいんじゃないのかな、というところと、試してみたいのは、まあ、普通の彼女のタックセル入りのデッキとかも考えついてはいるので、まあ、そんなのもやってみたいな、なんて思ってます。で、マントルも当然楽しいんですけど、まあ、こう、他の高校でもね、ピッチャーやれるといいな、なんて思っていて、まあ、その先駆けですよね。で、多分、夢代が入ってきて、皆さんこう、マントルっていう方が多いと思うんですけど、まあ、僕は、まあ、その、パワープロをいろいろ楽しみたいな、みたいなところで、マントルももちろん楽しんでるんですけど、まあ、アンドロメダもちょこちょことはいろんなデッキで潜っていて、まあ、その一つの形かな、という感じです。で、今みたいに、フルヤとか、あとは、夢代が単独でタックした時に、セルに2個星がついている状態にできると、まあ、その、セルの威力が上がって、まあ、かなり、こう、強くなるんで、まあ、そこは意識していくところかなっていうのと、この超特訓でいきなり技術がほぼ完走しましたと。で、まあ、フルヤがタックして、技術の基礎セルに3つ、3つの基礎セルに星2個ついてるっていうのも大きいですし、あとは今は守ると古谷のダブルタックに夢代ついてたみたいなところですね。まあこういうこう噛み合いがいいと、まあガンガン点数出るようなデッキなので、コントロール22なんで、これ初期結構技術きついんですけど、これでまあ大体解消されたかなという感じの印象は持ってます。まあそう思うと、まあそこそこいい感じだったのかな。ただ全然経験点出なかったんで、あ、なんか、すごいな、これで行くんだっていう感じだったんですね、僕の中では。で、今アウトロー9位取ってますけど、これ後でミスっていうことに気づきます。本当に、一発目だったので、僕の中で。ああ、やっちまったなっていう場面を後で皆さんにお見せできると思います。で、奪三振ですね。で、ここで、まずは、夢代が走りました。で、まずセク1は3300点と順調ですという感じです。まあ、こんだけ、まあ、ピッチャーだったら2000点出ればいいかなと思うんですけどね。で、加藤がしっかりと絆早い段階で結んでくれました。で、ここもタック強いんですけど、ま、さすがに次以降の積みとかもあるんで、ここは一番後ろに行きますと。で、ここでも技術ちゃんと入るのと、古谷のびっくりと加藤の、コツですね。もらえるんで、まあ、これはいいでしょうという感じと、沢村が走ってくれました、1回目。で、古谷に関しては、まあ、臨床は後で取れるだろうってことで、とりあえずは一番上に行ってます。体力があったら一番上で、一番下でいいと思いますけどね。で、ここに関しては、急速の守りに行くと思います。まあ、その、結局、今、バゲージなくなってるんで、
まあ、そこを貯めていくためにも破損セル、しかもタックで取れるんで、まあ、行きましょうっていうのと、サナの体力回復狙いですね。はい、来ない。で、フルヤがこれ2回目で体力回復してくれたので、まあ、ラッキーっていう感じです。これどうすんだろう。ああ、まあ、後ろで良さそうですね。うん、なんか地味にありがたいんですよね、やっぱり。チク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 効いてくる感じはあります。加藤のコツをちょこちょことくれるのはね。だいたいピッチャーの方はずっと踏んでれば、まあ、ほぼほぼ、6割から7割くらいはコツが集まるような印象はありますね。で、破損セル押し出したんで、だいたいこれで、バゲージも1本分は溜まりましたと。多分まだ溜めるのかな。サナもまだ、なんとも言えない感じなので、あとはまあ調整に入っているところかな。で、筋力と精神全然足んないんで一番下行きますと。あ、まあ強いね。普通に入ってもいいね、これだったら。あ、ただ精神が2個取れるんで、これは普通に急速踏むと思います。今圧倒的精神不足なんで取る以外にないっていう感じですね。で、当然このタック、今、VR フィールドに入って取ったら強いんですけど、そうではなくて、やっぱそのバランス整えるのかなり難しいんで、そこを意識していくっていうところですよね。多分遊ぶんじゃないかな。まあ、この回復セルも強いんで、普通にここはターン調整っていう感じですね。水泳じゃない？で、体力の最大値がマックスいきました。で、ここサナがね、間に合ってくれてると経験点結構でかいんで、っていうところだったんですけど、まあまあ、しょうがねえなっていう感じです。これめちゃくちゃ強いの。めちゃくちゃ強いけど、まあ今の形をあんまり崩したくないっていうところで、まあデートですね。あ、デートじゃないや。遊ぶですね。まあサナの方は体力回復が必ず絡むので、加藤の方はずっと、そうではないっていうところでね。で、小吉。で、ここも技術、精神美味しいですね、と。今は根骨あるないとか、そういうのを確認してますね。これもう行くでしょ。うん、もう行くしかないですからね。で、スタミナかな、多分。で、まあ、ある程度、沢村とサナのスタミナタックは意識して踏んで、スタミナの数値をね、上げられるだけ上げてった方がいいかなという感じです。あとは、守るが基礎骨一応くれるんで、そこは、まあ、様子見ながら待機っていうところですね。うん、ありがてえ。まあ、やっぱ沢村強いっすよね。なんだかんだ言ってもやっぱタックボーナスとスタミナもね、しっかり上げてくれるキャラだと思うので、まあ僕は結構重宝して使ってます。で、精神もここでしっかりとガツガツ稼いでいるというところです。で、加藤のセルを積んでおけば、やっぱり4回練習できるんで立て続けに、まあこういうの起きなきゃね。なので、まあ結構ありがたいかなという感じ。これ精神かな。サナはもうちょっと体力回復すればかなり強いですけどね、メンタルの方でも。で、ここは調子安定をゲットしておきます。で、超特訓で、これ多分迷うところですけど、多分筋力に行くと思います。精神のポイントは本当に結構取れるんで、まあ、どっちかっていうと筋力と技術、あとは変化。まあ、ここを意識して拾っていくのが大事かな、というふうに個人的には思います。やっぱりその立ち回り人によって違うので、何が正解とか、うんぬんっていうのは、まあまあ本当にその人のサクセスを目の前で見て、ああだこうだ言わないとわかんないものなんですけど、まあ基本的に僕はこの高校でやっている限りは、だいたい精神が足りないな、あ、足りないなじゃない、余るな、みたいなところで、セクニは6000点です。まあマントルで6000点って言ったら、超順調っていう感じのサクセスになっているので、まあそれがね、パッと出るっていうのはまあ強いなっていう感じです。ここ多分守るですね。で、結局また破損セルを、しかも今度2個積めるんで、まあ、さっさと積んで前に行こうという感じですね。
まあ、デッキ的にはもうちょっと改良できるところもあると思うんですけど、まあ、バランスとかうんぬんいろいろ考えると、まあ、これかなっていう感じには今なってますね。まあ、オクタビア入れられるとね、また全然違うんですけど、で、ここが、一番下行くと瓶書店もらえるんで、まあ、ここで43掴むっていうところですね。まあ、体力の兼ね合いで上行くこともありますが、まあ、大体一番下を選んでます。これま、押し出しのこともあるから、スタミナかな。まあ、ここのコツも欲しいですけどね、当然。まあ、多分スタミナに行くと思います。うん、まあ、ソーード結構強いね。もう伸びも4まで取れてるし。なんかやっぱコツ関係がバラ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 入ってきて、割かしこう少ない経験点でもさて伸びやすいなっていう感じの印象はあります。まあ、加藤、パワーですよね。完全に。まあ、加藤、姉妹、まあ、どっちを入れるかは、ほんとデッキの兼ね合いだと思いますけど、やっぱスタミナ条件のことを考えると、どうしても、うん、まあ、こっちになっちゃうのかなっていう感じです。まあ、夢城がコントロール条件、まあ、夢城とあとはサナもそうですけど、コントロール条件入れてくれてるんで、まあ、そこをうまく活かしていくっていう感じの構成を、まあ、僕は組んでたりしますと。で、サナのデートで一回回復。で、あとは今は、タックを待っているところですね。これスタミナ行くと思いますけど、まあ、タックでセルを取ることを、まあ、とにかく意識していて、まあ、そこから、こういろんな展開を、まあ、していくような立ち回りを、ここの高校ではしてます。で、そうしないと、その、彼女のタックセルを積んでない構成の時は、まあ、とにかく VR フィールドの力が、そんなに感じられないことが多いなっていう印象です。なので、そのあたりの意識は大事かなというところと、このコピー、沢村夢城やっぱ強いんで、どうするんだろう、行くのか。まあ、行ってもいいよね、全然。てか、行きそうだな、並び的に。ああ、でもこれ、緩急取ろうとしてますね。遊ぶのかな？な、遊びましたね。まあ、ここのデッキ、二次得三つデッキにしているんで、なかなかこう、バランスがね、いつどこで何行くかみたいのは大事かなというふうに思ってはいます。あ、スタミナ行くんじゃないかな、さすがに。やっぱ、単年のキャラ、古谷と夢城。まあ、このあたりがびっくりしてるとき、びっくりというか、タックしてるときは意識していった方がいいかなっていうのと、まあ、そうでなくても、沢村とかも全然強いんで、スタミナですし、まあ、踏みたいなというところはありますね。青ってスカートと誰が出すんだろう？なんか2個あるけど。すごい気になってきたわ。さあ、ここですね。で、結構成功するイメージはあります。まあ、そんなにこう失敗したこと、そんなにっていうかまあ、初めてから一回もまだ失敗したことはないですね。まあ、基礎値を上げてない状態で挑戦したことないので、まあ、そのあたりわかんないんですけど、まあ、夢城は結構成功率高い方なんじゃないのかな、というふうには思ってます。これ多分時間稼ぎするでしょ。デートかなんかで時間稼ぎするとは思います。これ変化いくのかな？あ、積みましたね。で、まあ、この作説の反省点があるとすれば、やっぱ変化があんまり稼げなかったっていうのがありますね。結構変化稼げる構成だと思うんですけど、なかなかこううまく、こう VR フィールドに入れずっていうところで、まだ変化4とかですからね、この時点で。どうやってこれ取り返したんだみたいなところありますけど。で、ここは時間稼ぎのデートですね。で、体力回復がもったいないと。で、まあ、時間稼ぎすれば、すると、結局、その、こういういいタックが入った時に、超特訓打てないなとかになるので、かなり悩ましいんですけど、ここはもう迷うことなく、変化全然足りてないんで、行くしかねえってなりました。で、技術と精神もあらかた入ってきていたので、まあ、ここで取っておけば、だいぶ楽だなっていう感じはありましたね。970入ってる。これ変化多分使い切ってないな、僕。どっかのタイミングで変化使い切ってない状態で行ったと思うんです。多分ここだな。あ、やっぱ余ってますね。変化球対抗し行くべきだったな、ここで。もう技術しか見てなかった。もったいねー。50ぐらい。
あ、順応ここで入ってたのか。順応なんかどこで入ったんだろうと思ってたんですよね。順応のコツなんか入ってんな、みたいなところで。で、他が、めちゃくちゃ弱いんですよね。変化のところも、結局、技術のセルは積んではいるんですけど、まあ、弱いっていう感じでしたね。これ、積みがあんまり良くなかった、正直。で、ここから、今、監督のセルがやる気になってるんで、次の VR フィールドに入る前か、どこかで、さっさと VR を発動させないといけないっていうのがあります。今、スタミナタックでもよかったかな。多分、変化が足んないな、足んないなって結構、意識をしているので、今、メンタルいったと思うんですけど、まあ、スタミナでもよかったかもしれないですね、今のは。そして、これ、また迷うって。まあ、スタミナでしょうね。で、ここで、試合に行きますと。で、セク1、セク2の流れが結構良かったんですけど、セク3でめちゃくちゃしぼむんですよね、こんな感じで。なので、その、ハマり具合がね、こう、どうこうっていうのはやっぱアンドロメダの特徴なのかなというふうに思います。まあ、ハマればハマるだけ得点死ぬほど伸びますし、まあ、そうでないと、まあ、ここみたいに、セクさんでしぼんでしまうと。ただまあそんな悪くはなかったけどね。9692点と。ここからかめっちゃしぼんだの。まあやっぱ伸びしろっていう面がそんなにないのかな。あとまあタックがあんまりうまくはまんなかったですね。ここからは。もう休んでますからね。休んでますからね。VR フィールド内で。で、敏捷忍者し。やっぱサナ強いな、こう思うと。やっぱ、敏捷点も、安定供給してくれるっていうのはめちゃくちゃでかいっすよね。彼女なるし。まあ、そう思うとやっぱ、サナだな。まあ、彼女のタックセル、試したいんですけど、多分、敏捷点取る、ところが、古谷と、夢白しかなくなるんだよな。そうすると、結構こう、得の、取りきれないものをいっぱい発生したりすると思うので、まあ、その辺は結構考えた方がいいかなって感じですね。で、ここは、守るに行くと思います。あとはまあ106組めるんであれば、なんかで106組みたいですね。せっかく104まで上がってるんで。まあ、加藤京子とかを使えば、106にはなるんですけど、後指がめちゃくちゃ重くなるんで、まあ、その辺はちょっと兼ね合いだなって感じですね。兼ね合いとバランスの勝負だ。急速骨。強い。で、ここで1番点いきました。で、タックは正直大したことないですと。うん、やっぱこの辺の勉強がまだ足らないな。で、球速はコツなしでもう158まで行っているので、まあ、もう一押し7筋力っていう感じですね。で、変化の方も、まあ、なんとか稼げればっていうところで、ポイント足んないな、みたいなところですよね。いや、マントルと違って、こう、結構こう、積みに関しては、運もありますけど、センスもあるかなと思っているんで、まあ、結構こう、試行回数をそれなりに積んで、まあ、来たるべき時の運と、あとは、その、どういう積みをすれば、よりよく点数を稼げるのかっていうのは、野手と一緒で、こう、突き詰めていかないといけないのかな、なんて思ってます。で、ここは、うまい具合に夢白がタックして、筋力のブーストセルと、筋力、そして、急速練習と、あとは、急速練習に変わるコマンド。まあ、ここも詰めたので結構良かったかなっていうのと、ここメンタルいくと思いますね。2回ちょっとくんぶっ放せるんで、まあまあ強いんじゃないかなっていうところです。で、ここでね、守るがね、俺も付き合うで体力を削ってくるっていう。しかもこいつ乾燥しないんですよ。しかもこいつ最後乾燥しないっていう。で、ここは筋力いくと思います。まあ変化も当然うまかったんですけど、この時点でまだ球速171が分かんなかったんで、ここは球速に行く感じです。で、まぁ、618入ってるね。で、これでもうあらかた筋力は大丈夫だろうなっていう感じでした。で、筋力もね、みなぎる活力と、全部、セク1から通して取れたんで良かったなっていうのと、守るこれ2回目走るんですよね、ここ。マジで嫌がらせをしただけっていう守る。守るの嫌がらせがすごかった。で、ここは168まで上げたんですけど、当然ここは勝負するしかないなっていう感じでした。まあ、ポイントもう少しないと開眼もできないなっていうところと、まあ、その、ここでひよっててもしょうがない感じだったので、まあ、行くしかねえなっていうところですね。で、スタミナ沢村が通してくれて、なんとかいい感じで、
ここまで迎えられました。で、多分音がちょっとだけずれたと思います。食事休憩してました、ここで。食事休憩してました。まあ、ここまで来たら、イベント覚えてるとか覚えてないとか、そんなに関係ないので。まあ、大体僕、中断するのこの辺ですね。セクションの途中で中断したら、大体途中でもやる気なくなってるんで。で、二次得も一応これで全部詰めて、まあ、海岸も一回くらいはできるのかなみたいなところでしたね。これスタミナか。まあ、さっさとこのスタミナのところを上げて、精神を使わないようにしたかったんで、まあ、ここは多分スタミナですね。で、7アップでスタミナもこれで101と。まあ、理想的ですよね。で、筋力は絶対使えるんで、まあ、そこはうまく使ってってっていうところと、サナーもこれで深海道をしっかりとゲットしていきましょう。これで二次得三つ目です。二次得三つってすごい。あ、ここ、なんで今スキップオフにしたんだろうと思ったんですけど、守る、来い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 ってなってました。来い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 。まあ、全然来ないんですけど、守るね。いやー、やっぱ金徳の種類がいいですね。ギアチェンジとか、みなぎる活力とか。凄まじい強いな。で、ここでもう行くとこなくなってるんで、まあ、変化に行ったと思うけどな。もう変化球が全然足りてないんで、まあ、ここは変化ですね。肘爆弾。はい、ということで、守るはただ嫌がらせをしに来ただけでしたと。で、ここダブルタックめちゃくちゃうまかったっすね。ありがてえ。で、試合に関しては、もうここからは前作で行きました。まあ、ポイント足りてないんで行くしかねえなって感じになってましたね。まあ、多分、アンドロメダのデッキは、まあ、この、今僕が組んでるやつを、こう、メインに据えて、いろいろカスタマイズしていく感じになるのかな、というふうに思ってます。うん、まあ、どうなんだろう。何が正解か僕もよくわかんないですね。で、ここはサナーですね。ただなんか可能性は非常に感じているので、まあ、いろんな動画をね、また皆さんに出せたらいいかななんて思っていて。で、今回はたまたま千丸でやってますけど、まあ、盆栽でもある程度更新できるのかななんて思っていたりもします。まあ、そうなるとね、結構こう、マントルと、こう、二大巨頭じゃないですけど、まあ、本当にこっちもやれるなみたいな感じで思いますね。まあ、とにかく、特能が多く取れるのがいいところかなと思います。ただ、経験点はもうちょっと出さないと、取る、基礎値すらもうこう取れないっていうことが起きたりするかもしれないんでっていうのと、ここの最後の変化はめちゃくちゃありがたい。もう神です。神ですって言ってました、僕、裏で。裏で、心、頭の中か。頭の中です。神です、神ですって言ってました。で、ここで171行きましたと。うん。で、特能の数は結構残っていて、まあやっぱ経験点不足だなっていうのは正直感じましたね。ただまあ 30% オフで結構取っていたので、まあ結局、じゃあその経験点120ぐらい特能1個で使うんで、それの 30% オフって言ったら、まあ大体40点弱ぐらいにはなるじゃないですか。まあそこは結構大きいですよね。1個につきそんななってたら。で、試合もちゃんと勝てました。で、査定振りは最後、大幅にスキップすると思います。で、ここで158なんですよね、この経験点が。で、最後、さすがに海岸だけは、しっかりとちょっと皆さんにお見せする感じですね。で、海岸のポイント振りずっと迷っていたので、一気にカットをしてました。さあ、勝負いきますか！あ、バッテリーが、バッテリーが、はい、海岸！ということで、不屈の魂と。で、精神が少なかったんで、本当どうしようかなって結構迷ったんですけど、まあ最終的には、まあここ以外で外す感じになるとしんどいなっていうことで、まあ取りに行く形にはなりますね。あ、結構迷ってるんだな。まあもうしょうがねえなっていう感じで振って、で、不屈と、あとは取れる、特能ですね。を、まあ、取っていってっていう感じになります。うん、手応えは多分捨てますね。
で、ある程度こう振った後に、まあこれだったらいけるなみたいなところで、まあ何個かお得は取れないものが発生してしまいましたっていうところと、ただ他は結構うまくやれたんじゃないのかなという感じで、300点余りですね、技術。12段ぐらいかな。で、二次毒が3つと、いう最終結果で、はい、ということで先発 PG できましたと。で、16弱でこれだけ行くんで、まあ、あと2000点ぐらいでいいので、詰めれば全然また、査定は変わってくるなという感じと、まあ、PG1 先発くらいだったら、普通に目指せるのかなと。まあ、爆発すれば2とかもね、もしかしたら出せる可能性もあるので、まあ、その辺を、また、こう、ゆっくりとですけどね、目指してやっていきたいかなという感じでございます。いかがでしたでしょうか？まあ、結構面白い回にはなったと思いますし、多分、アンドロメダでは初 PG 先発だと思うので、良ければ、ぜひ皆さん、いろんなところに、なんだ、リツイートじゃねえか。なんだ？なんかこう、こんな動画があったよ、みたいなことで、布教していただけたら嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また、ツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。